ヨハン・ペーター・クラフトは、ドイツ生まれのオーストリアの画家である。風俗画や歴史画を描いた。ヘッセンのハーナウで、アルザス地方出身の画家の息子に生まれた。弟のヨーゼフも画家になった。10歳から、ハーナウの絵画学校で学んだ後、1799年に、ウィーンに移り、ウィーン美術アカデミーで、ハインリヒ・フリードリヒ・ヒューガーに学んだ。1802年に、 肖像画家のファイトシュノル・フォン・カロルスフェルトとパリに旅し、パリで修行し、新古典主義の画家、ジャック・ルイ・ダビッドや、フランソ・ワジェラールから強い影響を受けた。1805年に、ウィーンに戻り肖像画家として活動し、1808年と1809年は、イタリアで修行した。1813年に、ウィーン美術アカデミーの会員になり、1815年に、 ハーナウの絵画学校の教授となった。1823年にウィーン美術アカデミーの歴史画の准教授になった。1828年に帝国絵画館の館長とベルベデーレ宮殿の宮廷主任に任じられ、ベルベデーレ宮殿に家族と住んだ。1835年アカデミーの理事となった。帝国絵画館の収蔵品となる絵画を購入するためや、 美術品修復の専門家としてヨーロッパ各地をで活動した。1835年にミュンヘンやドレスデン、1837年にベネツヤ、1838年にベルリン、プラハや神聖ローマ皇帝の宝物がかつて保管されていたカルルシュ庭園場を訪れた。ベルベデーレ宮殿の美術収蔵室を刷新し、庭園を整備した。 子供のマリー・クラフトとユリー・クラフトは画家になり、アルブレヒト・クラフトは東洋学者として働いた。ありがとうございます。